こんにちは、鈴なりの絵の松尾です。肥料を無農薬無耕期、そして虫を殺さない無殺生農業の可能性を研究して日々実証実験をしております。で今日はですね、11月20日、日曜日、畑某に来ております。昨日はちょっと曇天模様だったんですけど、今日は朝からですね、とても天気が良かったので朝からですね、ちょっと畝立てをしておりました。そしたらですね、なんと、これご覧ください。これ第7畝が完成しました。素晴らしい。第7畝がやっと完成しました。ということでですね、今日は第1畝から第7畝ですね、それのですね、今の様子を見ながら各畝たちとの思い出をですね、ちょっと語っていきたいなと思ってます。じゃあまず、第1畝からいきますか。はい、第1畝いきましょう。はい、それではですね、早速第1畝にやってきました。第1畝はですね、ここから、向こうまでですね、あれを第1畝と言って、でここが、ボの1の1って言ってたところですね。ここは本当にもう最初の最初の最初に畝を立てたところ で、お借りした後にですね、結構水はけが悪いみたいなの聞いてて、下までこう掘ってみたんですよね。そしたら結構ですね、ひどく層みたいな灰色の層とか、またその下に、あの時は本当びっくりしましたけど、白と赤の何かが出てきたと。なんかレバーみたいな色のですね。で調べてみたら、まあ粘土層だったんですけど、ですので、そのあたりを全部壊してですね、で水はけを良くしようっていうことで、一生懸命畝を立てて、でそこに、ライ麦とか、塩爆とか、あとは白菜とか、水菜とかですね、そういうのを植えて、活性化を図ったと。で、夏からは、こんな感じで、オクラとかですね、ナスとか、あと、インゲンとかピーマンとか、そういうのを植えて、であとは、落花生とかも、どっかにある、あそこにあるのか。落花生とかもですね、いろんなものを混成して、活性化を図ったと。するとですね、こんな感じで、結構いい感じに活性化してるんですよね、今。ほら。ね。これ畑には見えないですよね。これもね、クズに見えますけど、これ、インゲンス。で、あとは虫さんたちも結構遊びに来ていて、ここにほら、カメムシちゃんもいるし、で、ここにほら、インゲンがあって、ね、なってると。で、もう冬も近いんで、割とですね、もう夏野菜はあんまりできてないんですけど、あそこピーマンとかちょっとなってますよね。という感じでですね、第1畝、1の1は結構こう繁茂してきてると。で、こっち側が1の1の裏手なんですけど、ここほら、トマトが。トマトがですね、ようやくこれ、花が咲き始めて、実ができ始めていると。11月も半ばなの。でこの辺は、大豆撒いてたんですけど、今年はほとんど実がならなかったんですよね。なので、そこにみかんを植えて、で、あとはですね、あ、これ落花生だ。ちょっと帰りに掘っていきます。で、あとは、冬野菜としては、ここに、これネギですね。ネギを植えました。あ、で、あとここ水菜が出てきてる。あ、これほら、水菜が自生してる。わあ、嬉しいな。水菜が自生を始めましたね。やった。ネギじゃない、これ玉ねぎ。玉ねぎをこう植えたんですよね。ここにもほら玉ねぎ、あれ取れ取れ。ですね、もう結構雨降ってないですよね。もうさ、1ヶ月ぐらい、1回チラッと降ったぐらいで、25日目ぐらいですね。降ったぐらいで、ほとんど雨が降ってないんですけど、こんな感じでちゃんと草が生えていると。であとは、ちょっとだけ油中の苗も植えてて、ここに、これほら、大根が、これ大根がほら、こんな感じで、綺麗に育っていると。感じですね。あ、この辺の玉ねぎはほら、大きくなってきてる。ここは玉ねぎ、みかん、大根。あ、ここに、白菜。ほら。これ、あ、これ大根、これ。これも自生した大根だな、これ。ここに植えてないもんな、ここ大根。ここにも白菜がいる。この辺にほら、一生懸命、次の世代に残しますよとか言ってた白菜ちゃんたちが、白菜がいたとこですね。ただ、自生はしきれてないですね。なので、こんな感じで1の1ですよね。で、1の2に関しても、まあ大体同じような感じなんですけども、ここはですね、ゴーヤとか植えたのかな。夏野菜は。ゴーヤとか植えて、で、今はですね、ここに、ほら、白菜とかあるんですけど、なんか植えたかな？先週ここに、エンドウ
巻いたような、巻いてないような。雨が降ってないんでまだ出てきてないですけど、確かエンドを巻いたような気がする。で、あとは、ピーマン。ピーマンが乗ってたりとかしますね。あとはナスですね。ナス。で、あとこれが、縄白組ですね。縄白組もですね、去年植えた時はこのくらいの高さでしたけど、もうこんなに大きくなって。この前もちょっとお見せしましたけど、ほら、こんなに大きくなってると。すごいっすよね、これ。ね、葉っぱもいっぱい茂って、やっぱグミって強いっすよね。うん、グミは根粒菌を持てるんで、で、畑、半径6メートルを活性化してくれるっていうですね、成長したら。なので、で、あとはですね、これ剪定の仕方みたいな本をうちの妻が買ったので、そのうち剪定をしなきゃいけないけど、そろそろつぼみがつくのかな？縄白組。つぼみがつくような気がする。これは落葉樹じゃない、常緑樹なんで、葉っぱは落ちないですね。で、こっちが、第1年の続きですよね。第1の3。で、ここも、大根とかですね、これ植えたやつ。なってると。で、これは夏野菜、トマトだったんですけども、この辺のトマト、今年のトマトはですね、ちょっとあんまりうまくいかなくて、あんまり大きくならなかったんですけど、これもほら、枯れてる感じに見えるんですけど、今ですね、ここ、あ、踏んでる。ここにほら、トマトが、花も咲いてて、ね、トマトがやっと元気になってきて、あ、実ができてる、実が。ほら、ここに、大きい実ができてる。すごいね、これ。で、ここに白菜があって、で、ここにも白菜があると。っていう感じですね。これ、ほら、一見すると耕作放棄地に見えるんですけど、いろんな食べれる野菜が、ここにほら、大根があるし、ね、生えてると。で、あとはですね、ここの、ナスちゃんがですね、結構でっかくなったんですよ。この1の3は。これ、あんまり実にならなくて、これ、多分、キボケ、ツルボケ、キボケっていうやつだと思うんですけど。なんですね、このまま霜に耐えてですね、年を越してほしいなと思ってるんですけど、霜強いんですよね。霜。ね、霜。無理かもしれないけど、ちょっと期待します。で、あと、これトマト、トマト。これトマトがですね、今更めっちゃなり始めたんですよ。ほら、1の3のトマト。これ色味と思うんですけど、これほら、いっぱいなってるんですよ。でも全然色づかないんですけどね。いっぱいなってるんですよ。ね、だからちょっと今日いくつか持って帰って、これね、いくつか持って帰って、うちでちょっと追熟してみようかなと思うんですよ。雨が降るとですね、割れちゃうんですよ。で、来週ちょっと雨予報なんで、この大きくなったやつちょっと割れるとショックなんで、いくつか持って帰って、追熟しよう。この辺ほら、ミニトマトもなってるし、なんかトマト、割と自然っぽい農法、自然的農法のトマトって結構、11月を過ぎると成長を始めるみたいな嫌いがあるんですよね。もうちょっと早く、成長を始めてほしいなぁなんて思いますけど。はい。という感じで、これが、ボの1の1の思い出ですね。だからこれ作るのほんと大変でしたよ。この畝。めちゃめちゃ時間かかったし、最初だったし。で、次が第2畝ですね。ここ第2畝かな。ここにはトマトがいたと。で、このトマトもすぐあんまりうまくいかなかったんですけど、このあたりは、ここにあれだ。大豆とかオカボとか植えたんですけど、オカボも全然育たなかったですね。今はですね、ここにほら、大根がいますよね。大根。あと、あそこに落花生がいる。落花生が。で、あとは、ここに、ちっこいみかんを植えたんで、これもみかんの木がバーってできるかもしれない。で、この辺にキュウリもありましたね。キュウリも。懐かしいですね。で、去年はですね、多分このあたり、ここかな、こっちかな、ここか、ここが、ファーストイノシシが来た時にやられた畝ですね。この辺が、去年初めてイノシシにやられました。ただですね、今年はイノシシ来たんですけど、この草をいっぱい生やしとくとですね、ほとんど掘り返しませんでした。多分花が入んないんでしょうね、草が生えてて。だから、こういうところは多分掘らないんですよ。で、あっちの新しく建てた畝は結構ぐちゃぐちゃにされてたんですけど。なので、ここは、今はこれ玉ねぎを植えてますね。これ玉ねぎ。全然雨降んないんですけど。これ西洋組茶。
西洋グミじゃない、びっくりグミか。びっくりグミちゃんはですね、いまいち大きくならないですね。縄白グミに比べて。やっぱりその突然変異のグミなので、無肥料とかで、だと、割と野生の感を取り戻すまで時間がかかるんじゃないかなと思います。多分ですね、来年ぐらいにはめちゃめちゃ大きくなってくれるんじゃないかなと思います。で、びっくりグミは確か落葉樹なので、葉っぱが全部落ちるはずですね。こんな感じで。これ別に枯れてるわけじゃないですよ。春また葉っぱが出るということになってですね、これ第二畝で、第二畝2-1ですね。ここはここもトマトとか結構植えたんですけど、これネギがめっちゃでっかくなってますよ。これネギがね、ネギこれ多分トマトのコンパニオンプランツかなんかで植えたやつかな。それがこんなに大きくなってて、であとはここに余ったジャガイモを植えたやつが大きくなってる。で、あとはこれ、クローバーですね。クローバーも根粒菌で活性化してくれてるんで、そのものしてます。で、あとはやっぱり、ほら、ね、トマトがめっちゃなり始めてると。ね、っていう感じでですね、この第二畝ちゃんもですね、これも作るの大変でしたけど、こんな感じでどんどん活性化してくれていると。だからこの第二畝すごかったんですよ。これナスとですね、このピーマンが、これピーマンなんですけど、ピーマンがめっちゃくちゃなって今年、全く無肥料だったんですけど、楽しかった。だから来年もなんとかできんかなと思ってます。ね、ちょっともう秋なんで、この辺のナスは元気がなくなってきてるけど、あ、でもなんかちっちゃいのが乗ってる、うん。ちょっとね、葉っぱがもう元気がなくなって枯れかけてます、ね。で、これが第二畝ですね。全然時間が足りないですね。